はい、実践不動産投資塾塾長のキクちゃんです。今日はですね、引き続き今日は5回目ですね、高校のね、融資の審査期間は大体どれぐらいなのかっていうことをね、ゆっくりお答えしていきたいと思います。この内容はですね、まあ実は高校の担当ね、まあ、自分では高校やってるっていうんじゃ言わないですけど、同級生がいますはい、もうこれぐらいにしておきます。基本個人情報を扱ってますんでね、言える範囲の内容でね聞いてますんで、まあ多分合ってますまあそういったことでね、融資の期間は大体どれぐらいなんですかっていうことでね、自分の経験とも照らし合わしながら、まあそういうことだなというところでね、情報を出ししていきますんでね、今審査を出されている方、大体どれぐらいで出るんだろうなっていうのはね、その担当の人が教えてくれるケースが多いですけど、まあこの動画を見られている方ね、これから審査出そうと思ってるんだけどちょっと不安だなっていうところはね、今日お話を聞いてもらえばなと思います。まず審査期間なんですけど、まあ、前回の動画でお話ししましたね、個人の信用問題とか、まあ、経験とかいろいろあったと思うんですけど、この審査用紙ね、高校の借り入れ申し込み書、これをね記載した後、一体どれぐらいの日にちがかかるのかって言いますとね、まあ、約 1,2 週間でね結果が出ます。これが早いと取るか遅いと取るかなんですけど、一般の金融機関、銀行もね、大体 2,3 週間ですわ。でその間何をしてるのかと言いますとね、まあ、前回か前々回か忘れましたけど、話した個人の信用問題ね、要はカードの履歴あと返済はきちっとしてるのか、あと税金ですよね、税金の遅滞なく払えてるか、まあ完納してるかね、当然全部納税してるのか、社会保険を納税してるのか、反社会組織に属してないか、 SNS でねつまらないつぶやきをしてないか、まあ、そういうところまで見てくるらしいんでね、まあそういったことをね全部書面でまあ書き上げていくらしいんですよ、その担当の人がね。ざーっと書き上げて、その書類をその重大金融公庫の課長さんね、その課の課長、ちょっと字言ってるかな、まあ、課長さんに提出すると。で、課長がその書類をもらってチェックするわけですよね。で、問題なければ判子を押す。で、それからどこ行くのかって二重チェックになってますから、その後支店長。支店長レベルのところまで持ち上げる。まあ、課長の段階でね、ダメならね、ダメだよっていうのが1週間ちょっとで出るらしいんですけど、まあ一般的に OK の場合のケースを話しますね。そこから支店長のところまで行くんですよ。次は支店長、支店長が最後らしいんですけど、まあ金額によってはまた上の部門に出したりするらしいんですけど、一般的には支店長の裁量ですらしいんですけどね、支店長の方もその内容とこう本人との状況を照らし合わしながらチェックすると。それに大体 2,3 週間かかるそうなんですよ。これ2から3っていう、まあ、期間ふわっとこう期間を設けてるのは、その課長や支店長がねいる時といない時っていうのがあるらしいんですよ。まああと休みを挟んでいたりとかいろいろあるらしいんで、まあ大体 2,3 週間で結果が出るっていうふうになってます。でそこからですね、住宅金融公庫はね、着金入金までね、まあ審査 OK 出ました、そこから入金しますまでがね、だいたい1週間ぐらいらしいんですよ。結構早いでしょ。ですから最短でだいたい3週間ぐらいでね入金があるっていうのでね、すごく高校っていうのはね、一般のまあこれから不動産投資を始めようっていう人にとってはすごくやりやすいと思いますね。だいたい今3週間ぐらい、あとで一つ付け加えとこう、初回はね1ヶ月ぐらいかかりますよっていうのを頭に入れといた方がいい。なぜかっていうと、初めてやる場合はね、さっきの個人信用調査もそうですし、まあお金の流れっていうのも情報が高校の方に行ってないわけですから、一からきちんと調べ直さないといけないのでね、その分の期間っていうのはね、
初めての方と追加融資をもらう人、2回目3回目の人でもね、期間がやっぱり初めての人はちょっと時間がかかるそうなんで、まあ初回の人はね約1ヶ月ぐらい見てもらった方がいい、うん、これもね、まあ信用を積むっていう意味でね、まず1回借りてもらう、まあさっき僕が、まあ、この前の動画で話した内容をねきちっとクリアした上で申し込むっていうのは一つの方法だと思いますけどね、審査期間は2から3週間、入金は1週間ということでね、政策金融公庫のお金の流れを説明しました。ちなみにこれがね、一般の銀行、まあ町の信金だったりね、まあメインバンク、自分が使っている銀行だとすると、どれぐらい日がかかるのかと言いますとね、審査期間っていうのはだいたい 2,3 週間で間違いないです。だいたい信金さんもあの金融公庫もだいたいここの期間っていうのは一緒ですわ。ただ信金はここから当然課長なり支店長なりの裁量があるわけなんですけどね、チェックがあるわけです。そこからさらにお上のお金を実際入資を下ろすところのね、銀行とは別の機関がありますので、そこにもさらに書類を上げないといけないんですよ。銀行にお金を借りる場合はね、つまりチェックがね、公庫の場合は日本政策金融公庫一つだけのチェックで終わるんですけど、松戸信金の場合は信金プラス公庫みたいにね、お金を貸し出す機関みたいなのがもう一つあるわけなんで、倍ね時間がかかりますんで、審査期間というのは 2,3 週間よりもっとかかります。だいたい3週間4週間下手したら1ヶ月以上かかるかもしれないね。1ヶ月以上かかって入金はだいたい1週間ぐらいで出てくるんで、まあお金をすぐ欲しい、まあ借りたいなっていう人はね、この辺のスピードを考えると公庫が有利かなと。信金より、まあ町田の銀行で借りるんでね、公庫で借りる方がねスピーディーにお金の方は出る可能性がありますので、一つね頭に入れておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。またね、この実践不動産投資塾ではね、こういった公庫でのお金の借り方、お金の流れとかね、まあ自分で実際にこう物件を買ったり、あとグループ、あの LINE のオープンチャットでね常に募集かけてますので、まあ仲間同士で物件を見に行ったり食事したりっていうのをやってます。ご希望の方はね、概要欄のところリンク貼ってますのでね、オープンチャットの方をクリックしてもらって登録してもらえば僕からの情報も飛ぶようになってますので、もしよろしければそちらの方も見てもらえばというふうに考えますので、今日はこれで以上です。ありがとうございました。